こんにちは、シグマの桑山です。シグマステーションオンラインプロダクトセミナーの時間です。本日はゲストに写真家の藤村大輔さんを本社にお呼びし、3月14日発売のシグマ 500mmF5.6DGDN スポーツ、これについて語っていただきます。すでにですね、このレンズ CP プラスで、タッチ&トライ望遠コーナーとかですね、新製品コーナーでタッチ&トライを実施しまして、多くのお客様に、体験をしていただきました。なのですで、に、重さとか大きさを実感していただいたと思いますけども、作例とかですね、それ以外にこの藤村さんにはこのセミナーのためにいろいろ取り下ろしていただきましたので、その作品とともに見ていただければと思います。藤村さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。このレンズね、プロダクトセミナーやるので、ウェブの作品とこれの作品も撮ってくださいってお願いしたんですけども、最初藤村さんにお届けして、藤村さん持って印象はどんな感じだったんですか？いや、500ミリですもんね、これね。500ミリです。500ミリなのに、うわ、ちっちゃ、軽いですよね。まさにね、まさに、私も同じ印象で、軽いなとか、小さいなって。で、弊社、500ミリの F4 っていう一眼レフ用で出してたんですけど、こんな大きいやつね。こんな大きいやつね。で、500ミリの単焦点って、あのクオリティを出そうと思ったらしょうがないな子供はさっていう我慢して使ってたんですけど、今回 5.6、で 5.6 で写りもね、ほとんどは F4 と変わらないので、それがあれ軽いなっていうね、第一印象でしたね。それは私も藤村さんも同じで、実際どのぐらいの大きさかっていうと、軽いですよね。ね、実際顔と変わらない藤村さんの顔がどのぐらいの大きさがよく分かんないですけどね。俺の顔がでかいのか、それともレンズがちっちゃいのかっていう すごい小さいんですよ。僕手がこんな感じで、コスメ系 YouTuber っぽくやるとこんな感じ、こんなことをやってもしょうがないからほら小指でも持てるぐらい軽いみたいなね、実際ねこういうのをやっちゃいけないんですけど、ね、すごく今横でドキドキしていましたけどでもね、本当ほらもうこんな感じで見てもらえばすごいちっちゃそうだなっていうの分かりますよね。そうですね、実際ね、フードとかありましたっけ、フードはね、こんな感じでありますので、フードつければこういう感じになります。フード、なくてこんな感じなので、このすごくちっちゃい、だからちょっとどうかな、70-200とかの大きさと ね近いですよね。それを目指して設計したっていう話ですので、すごくちっちゃいですよね。そうですよね、はい、じゃあどうぞ。すいません、ありがとうございます。こういったことをねずっとやってても皆さんね早く作品見たいと思いますので進めたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。このシグマのレンズっていうのはご存知のようにね、3つのプロダクトラインがあるわけなんですけども、まずちょっと画面をねパソコンの方にしていただくと、アート、スポーツ、コンテンポラリーというふうにあるんですけど、このレンズに関してはね、500mmF5.6DGDNOS スポーツということで、いわゆるね、スポーツの方になりますね。今見た感じのね、でもこのスポーツラインのレンズ、さっき小山さんもね言ってたように、特に 500mm なんかは、バズーガの方にようにでかいね、っていうのが皆さんも想像してるんじゃないのかなと思うんですけど、すごい小さいと。小さいですね、小さくて軽いと。僕実際に僕が構えたシーンがねこれなんですよね。これフード付きの状態ですね、この状態で、撮ってるということで、さっき顔の横でお見せしましたけれども、この状態でね、僕のお腹の大きさと比べてもらえればお腹の方が大きいじゃないですかね僕のお腹の状態を知ってる人は少ないと思うんですけど、いいとしてね、まず望遠の撮影で思いつくっていうのはね、スポーツとか鳥とかだと思うんですけど、今回はね、いろいろ撮ってきました。といってもまずはねこちらですね。まずはね、みんな大好きでしょう、タンチョウズルですね。タンチョウズルですね、結構好きで撮りに行ってる人多いと思うんですね。先月、北海道の方に行ってきましてね、タンチョウズルを撮ってきたんですけども、
まあ単調って、まあ、何度見ても飽きないし、ね、違う姿を見せてくれるし、はいね、かといってねうまく撮れないし何回も何回も撮りたくなる被写体ではあるんですけどもね、でもねこの写真見てどうです皆さん、これすごいクリアでしょ、うんね、すごいクリアでシャープに見えてて、これ本当にねこのなんていうかな、5.6 だからちょっとなんか安っぽいのかなっていう想像でちょっと 、はい、しちゃうんじゃないのかなと思われがちなんですよね、うん、でも決してそんなことないけども、本当にこの上の、大きいバズーカの方と比べて全然画質が見劣りしないっていうぐらいすごくクリアだったのですよね、うん、それもねこれからちょっと見ていただきたいんですけどもね、まあ、タンチョウゾルっていうのはねやっぱり飛び立つ時とか降りる時とかっていうの羽バタバタさせてね、はい、ダンス踊ってるような感じも見えたりするんですけど、まあ、その瞬間ってねみんなが狙うシャッターチャンスですよね、はい、ね、まあ、こういう風にパタパタっとね、多分つがいだと思うんですけども、この2話は ね、ね、この写真なんか目いっぱい画面目いっぱいね画面目いっぱいですね、目いっぱい、はい、これはですね、あのテレコンつけてます、はい、2倍のテレコンですね、TC の2011を使用してまして、はい、1000ミリですね、1000ミリ、はい、このレンズ500mm の F5.6 この新しいレンズは、L マウントの方はこのテレコンがね使えるということで、はい、なので僕はあの今回はですね、昨例、まあ、ルミックスのね、はい、カメラ S5 マーク2 で、はい、S5 マーク2 を、使って、写真を撮ってます、はい、なのでこのテレコンをね使って撮りました、これは 1000mm 相当ですね、ギリギリですよね、ギリギリですね、はい、まあ、実際ちょっとね、まあ、余裕があるんですけど、これ16対9の比率になってるので、2対3で撮ってると少し上下は余裕があるんですけど、でもかなり、まあ、目いっぱいに近いですね、そうですね、はい、うん、なかなかこうやって撮れるのと、これ、うん、結構あの、うん、日が当たって羽のとこの先端がはいはいはい、そうこの透けた感じがね、うん、この透け感のこの透明感っていうのがすごくね、うん、このレンズの良さにもつながるんじゃないのかな、うん、これがね、うん、結構難しいんですよね、この辺りの被写体ってね、うん、なので、うん、あのまあ荒が目立つというか、うんうん、なかなか避けたい被写体ではあるんですけど、まあ、避けたい避けたいって、うん、よく見ると、うん、これ綺麗だなっていう、うん、一目で分かるので、うん、まあ、この レンズの良さが感じていただける作品じゃないかなと思っています、うん、そうですね、すごくこれ良かったですね、うん、でね、まあ、これはねすごい超低空を飛んでる ね、やっぱこれもつがいだと思うんですけど、なぜかねこの日はもう本当超低空な単調が多くてですね、ちょっと撮影が大変になったんですねまあ背景にねあの風景が入るっていうのはまあいいんですけど、はい、まあ、その分ピント合わせが難しくなるんですよね、そうですね、空だと抜けちゃう、あの何も無地ですからピント合わせ楽なんですけど、背景にやっぱり風景が入ってくると、ただピントが抜けて奥にピントがあったりとか、はい、いくらね被写体認識オートフォーカスとか追尾とかしてても、やっぱり抜けちゃうことが多いですから、そういった面ではやっぱりすごい難しくて、ね、かなりまあミスもしました今回はね、でしかもね追尾オートフォーカスするとね連写が遅くなるんで、なるほど、ね、あのバチャ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 って撮れないんですよね、バチャ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 っていう感じになるんで、なかなかねチャンスも、そうですね、うん、これなかなか難しいんですね、連写多くて、うん、当たりをが確率が増えるか、うん、あのまあ、ゆっくりでも確実に仕留めるかね、うん、なかなか難しいところではあるんですけどね、だからね、この日はね本当すごい低い位置に飛ぶ単調多かったんですけど、すごいね、うん、激レアな単調が飛んでたんですよ、あ、そうですか、激レアですよこれ、ほら実はね世の中にね1羽しかいないって言われてね、伝説のね4枚羽がある単調なんですね、なるほど、なるほど、そう4枚羽ですか、4枚羽ね、激レアですよね、ちなみにこの 500mm 11枚羽ですけどね、ああそうなんですか、はい、ま、負けましたねそれは、まあ、11枚羽ですか、ま、全く関係ないかもしれないんですけどねいやいやねえ、はい、この写真ね撮った時気づかなかったんですけど、写真整理してる時にねあれと思って、なんだこの4枚羽はと思ったんです、まあよく見るとね、うん、もうお気づきかと思うんですけど、まあ、前後に並んでるだけなんですよね、まあ後ろにね、そう後ろに、ね、そうもう一羽いて、結局あの望遠レンズ使ってると圧縮効果で、あのすごく距離感っていうのが縮められますから、そうですね、くっついてるみたいに見えるんですよね、そうなのでその効果で、こういうふうになんか
2話なのに1話に見えてしまうっていう、羽だけ4枚あるっていうねすごいですね、本当に、うん、まあ、こう狙って撮るにもすごく、いやこれなかなか狙って撮れないですよ ね、 うん、まあ、こういうのも、まあ、あの動き物なんで連写される方多いと思うんですけど ね、 ね、連写してるところで撮れる可能性もありますよ ね、 ね、はい、なのでこういうのも楽しめるといいですよ ね、 ね、そう本当に北海道っていろんな野生動物いるなと思いましたね、珍しいのがねえ、まあ、あのタンチョウだけじゃなくってね、これ鹿ですね、エゾジカですね、はい、北海道ならではの、ね、そうですね、動物ですね、うん、エゾジカってやっぱりね、このねオスに関しては特にこの角ね、はい、角がすごいかっこいいですよね、かっこいいですよね、本当にねこの大きく伸びて、しかもこの時はね夕日を浴びてね、ちょっと逆光になって、うん、すごいね、あの毛並みも輝いていたり、角なんかもちょっとねテカってたりとかね、そうですね、うん、でこれねすごいクリアなんですよね、この写真自体もでクリアな上にねすごい質感描写がね本当半端ないんですよね、角の質感これよく見てくださいね、これね本当にねすっごい質感が出てるんですよ、出てますよ ね、 ね、これね本当触ったらこんな感じになるんだのっていうのが、うん、もう分かるぐらいの質感描写してるんですね、うん、いや本当にこのレンズ、いやこの大きさでしかも F5.6 のレンズでしょっていう風に舐めてかかっちゃいけないですよ、これね、そうです ね、 ね、あの基本性能はもう 500mm の F4 と一緒ですので、これウェブサイトをご覧になられた方ですね、あの MTF 見ていただくと貼り付いてますよね、設計値は貼り付いてるんですけど、まあ、絞りの関係で F5.6 なので、まあ、貼り付きから少し下で降りるんですよね、まあ、その4と56の解像力の差が若干出るので、MTF 曲線はね、波動光学で見ると若干5.6 のが下がってるんですけど、設計値は同じ1のところに貼り付いてるので、まあ最近ね、MTF 曲線じゃなくて、MTF 直線とは言ってますけどね、あの本当上に貼り付いてるので MTF 直線ね、理想的な、性能が出てるので、まあそれの MTF から読み取れる作品がこういったので ね、そうですね、出てくるんじゃないかなと思いますね、まあ、こういうねちょっとやっぱり質感描写、あとちょっとね、逆光とかで条件が悪い時、そういった時にねこの性能っていうのはもう本当発揮できますよね、そうですね、これなんかもね同じ鹿ですけど、やっぱ逆光でね縦位置にしたやつですね、まあ、やっぱりすごい綺麗なんですよ ね、 そうですね、やっぱりねレンズの性能が良くて綺麗に撮れるっていうのは、どんな写真撮ってもねやっぱり良くなるんですよね、なんかすごいこういう、まあ、あのモニター越しで見ても、あの気持ちいいですよね、気持ちいいですね、抜けも良くて、本当なんかこの写真なんかもねまるでプロが撮ったみたいな写真に見えます、いやプロです、プロです、ね、お仕事していらっしゃる、これ僕が撮ったわけじゃないですからねこれ一枚僕の写真が入ってたらシャレになんないですよ、もうフォトバイクワリンだからね、さすがにね、こういうところにまず出かけるのがね大変だと思いますので、これね、お尻がねすごい可愛くてね、このエゾジカのお尻、このハート型の白い ねお尻がすごい可愛らしくって、思わずねちょっと激写しちゃったんですけど、なるほどねでもなかなかこうやって見ること、機会はね少ないと思う、そうですね、どうしてもやっぱり前から、そうそう、やっぱり角がかっこいいから、前から顔と角っていうのが多いと思うんですけど、意外とお尻も可愛らしいっていう ね、でやっぱりね角が大きい、鹿でよく撮られるのがこういうシーンでしょうね、こういうシルエットね、シルエットね、これね結構皆さん好きで撮られると思うんですけど、これ結構ねレンズとしては厳しい環境ではあるんですね、はいはいはい、後ろのね、まあ思いっきり逆光ですしね、でこれももう全然普通に撮れてしまう、いや全然普通ですよ、何の苦労もしなかったでしょこれ、まあ、若干ね手前にちょっと草が生えてるんで、ピント合わせとかね、そういうのはちょっと苦労した面ありましたけど、画質の面とか、ね、設定の面とかそういうのでは全然苦労はしなかったですよね、なので、安心してね使っていただけるんじゃないかなと思ってます、であとこのねあの微妙な色のトーンとかね、あのシャープなだけじゃなくってこの質感がやっぱりいいから、この微妙なこの背景にあるこの
海とか凍ったところとかの質感っていうのが非常によく出てるんですよね。これいうのは動物写真とかだけじゃなくて風景写真にすごい通じるんで、そうですね、うん、あの風景写真として、うん、このレンズを使う場合でもやっぱりすごいいい、メリットがあるんじゃないですかね。そうですね、うん、まあ、こう風景だとね広角のイメージはあるんですけど、うん、望遠ならではの ね作品撮りができますので、はい、そういった意味ではこのクオリティを担保できると非常に扱いやすいのかなと思います。これは漁船の傍らでね、まあ、なんか下草かな何か虫か草か分からないけど食べ物を探してね、もぐもぐしてる鹿たちでしたね。まあ、こうやってね改めて見るとねやっぱりこの北海道の鹿っていうのはすごくね人間の生活の中にね入り込んでるんだなっていうふうにね、実感しますよね。そうですね。でまあ、さっきのシーンとね似てるんですけど今度夕日がもっとね下に下がってきて、降りてきて、もうかなり色づいてきた状態の時ですね。そうですね、素敵ですよね。素敵ですけどもこの逆光がやっぱりすごいきついんですよね、この時になってくるとね。これ多分実際もっと、ね、あ強いですよ、見てると強いですよね。結構眩しくてまだね光が弱まってないような高さですから、水面にねこんだけ反射してるってことは太陽の高さがちょっとあるんですよね。そうですね、なんか結構ね、厳しい状況ではあるんですけど、ここでやっぱりね注目してほしいのは、フレアとかゴースト、ね、これ一切出てないです。そうですね。一切出てない、この状況で、まあ何かしらなんかちょっとキラッとねゴーストが出てるとか、なんか緑色のなんか粒があるぞみたいなというふうなことがありがちなんですけど、いやこれね楽勝でしたね。楽勝これはあれですね、弊社の、ゴーストバスターズがゴーストバスターズ日々、頑張ってくれたおかげだと思います、設計段階からね、どこにゴーストが出るかでどんどん、設計者間で潰していくっていう作業はしていますので、もう結構皆さんコーティングがいいから、出ないとかってあると思うんですけど、本当にコーティングは最後の締めのところにあるので、設計段階からこういったゴーストに、まあ見つけては潰していくっていう設計をどんどん変えてってですね、出ない設計をしていくっていうのが一番大事で、最後の最後でもこれ以上は消せないよっていうところをコーティングにで消すっていうので、なのでこの辺が最後にやるっていうよりは最初からやってるので、まあ、こういった性能が担保されるのかなと思いますね。いやね、この写真もう本当この時のこの逆光のシーンを見て、いやこのレンズはもう本当マジで使えるレンズだなと思いました、ね、ありがとうございます、なんかこれとかね、これなんか逆光をね、これ後ろの方ちょっと白鳥が飛んでたりするんですね、これメスの鹿ですね、これね、なので角がそう角がないですね、もう一枚同じようなのありましたね、こっちの方がもっとより強いかな光がね、これ見ると、太陽の光強いですね、強いですね、強い、これも画面の上ギリギリのところに太陽ありますから、ですよね、ギリギリで切ってるぐらいですこれは、かなり強いですね。強いですね、これでもさすがのゴーストバスターズたちですね、その辺は ね頑張ってますね、で場面も変わりましたね、今度はですねワシですね、ワシがねワシを取ってきたんですよっていうね親父ギャグ置いといてこれはねオジロワシですね、まあ、これ天然記念物ですね、まあ、絶滅危惧種でもありますね、まあ、すごくねやっぱワシってかっこよくってすごい優雅なんですよね、優雅でもあり、凛としてるところもあるっていうね、すごいかっこいい鳥ですよね、まあ、知床半島ってね、まあ、特にここはラオスなんですけど、ラオスに行くと、まあ、こういうオジロワシがいたりですね、まあ、これはオオワシですね、オオワシもね天然記念物、オオワシの方がちょっと個体数は少ないですね、オオワシの方がやっぱちょっと絶滅危惧種としては、ランクっていうのかな、それから上ですよね、かっこいいですね、かっこいいですよね、オオワシって綺麗だしかっこいいし、オオワシってね大きい個体だと広げるとね 2.5 メートルもあるんですって、でかいですよね、でかいですよね、日本ではね最大の鳥らしいですよ、
でね、これ絶滅危惧種っていうのを僕ちょっと調べたんですよね。オオワシどのくらい少ないか、少ないのかなと思ってね、そしたら2004年の総個体数が 5,6 千羽だったらしいんですよ、2004年がね。で2013年には4600から5100羽になってます。だいぶ減ってますよね。減ってますね。でこの2021年だと3600から4600になってるというんで、だいぶ、ね、そうですね、2004年から2021年だともう半分までいかないけど半分弱ぐらいの、もう個体数になってるんで、かなりの勢いで減ってるんだなっていうふうにね、思いますよね。まあ、こうやってね、撮影してどんどん記録としては残していくっていう ね、 ね、はい、ね、まあね、これまじまじと見るとでもね、どう猛なやつなんですけど、可愛い顔してるんですよ。可愛い顔してるんですよ。なんかね、ワシって肉食だしね、結構ガサーンと小動物が行って ね、 食べたり、もう結構グロテスクにね食べたりするんですけど、顔は可愛らしいんですよね。可愛らしいですよ、ね、この辺のね表情がみんなお取り込んで、そうね、これね、すごいね。これでもあれですね、まあ、先ほどから解像高いとかシャープなんか話してますけど、ボケ綺麗ですよね。ボケ綺麗ですね、あの本当綺麗、なんて言えばいいんだろう、ただ単にシャープで改造してるだけのレンズっていうのは、ちょっとボケには癖があったりとかね、するんですけど、すごい綺麗なボケしてますよね。綺麗ですよね、だから僕も撮影した印象、確かに解像高くてシャープだなと思うんですけど、周りのボケがちょっとや、まあ言い方はあれですけど柔らかいなっていう、ね、感じで、もう気持ちいいボケだなと思って使った印象は感じています。そうですね、だからこの写真なんかも例えばこのワシのこの羽のね、この模様っていうか、この毛並みっていうかね、それが綺麗に見えていて、すごくシャープに撮れていて、さらに背景がボケている、このボケている背景はちなみにね、これ国後島なんですけどね、あの国後島の向こう側から太陽が上がってくるから、これ日の出前なんですけど、いわゆるまああの日の出前の赤く染まったところなんですね、朝焼け、その朝焼けになる時のまだ薄明るいぐらいなので、まあ結構暗いんですよまだ。そうですよね、結構暗い、ただ感度1600にしてますし、ねえ、でもちょっと赤くなってきたなっていうところなんですけど、ただちゃんとそこでバシッとピントも合うし、羽も模様もね綺麗に見えるし、ね、このレンズ、いや本当超いいですよね。本当めっちゃいいですよこれ本当に、なので、結構条件が悪くなると、厳しいのがあるんですけど、まあ、そういったのにもこうきちっと描写できるっていうのはいいのかなと思いますね。でこのレンズというかね、この今回このワシを撮るのには船に乗ってね、流氷のところまで行ったわけなんですけど、この向こう、向こうの島が、山があれ国後島なんですかね、太陽が今昇ってきてると思うんですけど、この船で行って、船の上から、ワシとかを、撮影するんですね。で船ってそんな広くないんで、狭いんで、狭いところにでかいバズーカ持っていくと取り回しが効かないんですよね。あ、なるほどなるほど、なので、他の人もいたりするので、やっぱあんまり大きいレンズでもうブンブン振り回すっていうことが難しい状況で、このレンズ同じ 500mm でもバズーカの、半分ぐらいしかないんで、もういくらでもね取り回しができて、すごく使いやすかったですね。狭いところでの使い勝手っていうのは非常に良、かったですよこれ。まあ、小さくて軽いってメリットはそういうところにも出てくるんですね。そうですね、このワシを見るための船に乗ったわけなんですけど、この船、乗ってる人他にもね何人かいらっしゃるんですよ、でやっぱりそういう人たちもレンズ持ってたりするんですけど、ぶつかったらね申し訳ないじゃないですか。そういった時にもねすごい、役に立ちましたね。結構望遠レンズってあれですよね、長さがあるので、そう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 、夢中になって撮ってると、隣の人にぶつかったりとかするので、そうなんですよね、そのあたりはね、注意して撮っていただければなと思います。あとでねちょっと出しますけども、ちょっとスナップ的な写真をね撮ったりするときにも、500の4だと、肩から下げて歩くってことできないじゃないですか。そうです、ね、街歩きで、でもこのレンズはね、肩から下げて歩けるんですよ。あブラブラさせて、なるほどなるほど、そういう小型化のメリットもありますよね。ね、
今度ねだんだん時間が経ってきて、まあ、紫色の、ね、トワライトがまあ消えて、まあ、日の出が近づいてきてるんですよね、はい、これね明るくなってきたからこれ磯感度もね大幅に下げてますけども、ね、この大足 頭の毛がねちょっとね立っててねかっこいいんですよね。そうですよ、うん、さっきと違ってまたそう凛々しいですよね。そうですねビシッとしてね、うん、これはね飛んだ瞬間ですね。バシーンと氷の上からね飛んだ瞬間ね、やっぱこれはオジロワシですね。やっぱりねワシってね本当に羽の模様がね美しいんですよ ね、 うん、これちょっと1枚めくれ上がってますけど、ね、まあでもねこの美しい羽を写すことができたのもねやっぱりこのレンズのおかげなんだと思うんですよね、うん、ねえよく見ると細かいとこまで、ね、描写してる。いやよく描写してますよこれ、ねね、なので結構、うん、もしこのレンズね、うん手に入れられて撮影の時に、うん、どんどん条件の悪いもの、うん、細かい文字とか、はいはい、そういうのを撮ったりすると、うん、カチッと出るかどうかっていうのを試していただくと、うん、まあ写真としてはね文字写しても面白くないとは思うんですけど、うん、そういうのとかこういう羽のねディテールを見ていただくと分かりやすいのかなと思います。このね撮り撮る人ってやっぱり望遠使う人多いじゃないですか、はい、でも鳥ってこの羽の美しさってやっぱり醍醐味ですよね。そうです ね、 ねだからそれをねこの描写できるっていうのはやっぱ最大必要なことだと思うんですけども、うんこのレンズは本当向いてるんじゃないかなと思うんですよね、うん、ありがとうございます。この状況がねどういうどんなところだったかっていうとね、はい、実はまあこれはね500じゃなくて広角を使ってるんですけど、はい、こういう状況でしたね、これまあ雲に隠れてますが太陽は結構昇った状態ね、はいうん、1羽、なんだろう大足かな大足から飛んでますね、うん、でもね下にね意外とたくさんいっぱいいるっていういっぱいいるじゃん見せない方がよかったんじゃない絶滅危惧種ですこれ、ね、いやいるとさっきまでずっと言っててこれ取れるじゃないですかいるところにはいるんですよなるほど、まあ、そういったポイントをね、はい、ちゃんと調べていくっていうのがね、そうそうそうね、まあまあまあ、はいね、これはね、これはね、オジロワシですね。かっこいいですね。雲のちょうど切れ目のところにね、飛んできた瞬間ですね。これなるほど、なかなか難しいと思うんですよね。うん、撮影のために飛んでくれるわけじゃないじゃないですね。はい。この位置にちょうど来た時に、そうですね。やっぱりこのレンズのメリットって小さいから取り回しがね、うん、いいっていうのはさっきも言ったんですけど、追ってきやすいですよね。軽いし、あそうですね、うん、だからなので、まあAF は追尾にしといて、追尾の状態で鳥をずっと追っていくと、はい、でも追っていくのがそんなに苦じゃないんですよね。重くないから、ねうん、なので結局、うんまあ、ブレとかね、うん、いろんな構図とかっていうと三脚とか、ねうんうんうん、一脚使ったりしますけど、はい、やっぱり動きが制限されてしまうので、うんそうですねまあ、手持ちのメリットってのはこういうのに出てきますよね、はい、そうあとね一段絞りが開放 F 値がね下がったからって言ったって、うん、今時のデジタル一眼って、うん、一段分 ISO 感度上げたってなんともないじゃないですか。そうですね、うん、だから結局一段絞りがね開放 F 値が下がったからって言って、ねうん、デメリットって逆にないのかなってね、あるのかもしれないけれども、まあうん、4と56の4と56、ね、4が必要な人はやっぱりいらっしゃると思うんで、まあねまあ、そこに4の価値がもちろんあるんですけど、まあすね、昔ほどは4じゃなきゃダメだっていうのは、うん、もうかえってこのレンズが出ちゃったらないかもしれないですよ ね、 そうですね昔ほどはね、うん、だから どこにメリットを置くかっていうのとう、ねうん、多分おそらく皆さんが撮影される車体と目的によって、うんまあ、4にするか、うん5.6 にするか、ねまあ、あとはズームにするかっていうのが選択できると思うんですけどね、うんまあ、4と56両方持ってればいいんですかね。そうですねただあの4は一眼レフ用なのでミラーレスの方もこちらの56をおすすめいたします、うんはい、じゃあ次にね、はい、これはね何だと思いますか。これはこれ何ですかね、うん、なんかシュッと見えるね。これはねシャチなんですね。シャチですね、これねちょっと前に、今年のね2月かな、2月にニュースになった流氷の中に閉じ込められたっていう、はい、シャチが閉じ込められたっていうニュースが、はいはいはいまあ、見た人もいると思うんですけども、そのシャチたちです。
あ、そうなんですか。はい、あの実はあの閉じ込められたっていうニュースになる2日前に、うん、僕このラオスで見てて、シャチがいるっていうの、でこの時はまだね流氷が、ラオスまでは接岸してなかったんですよ、結構沖の方に国後島の方にまだいたので、さっき の大鷲とかねいた方ですね、はい、全然海が空いてたんですけども、うん、その時にまだ悠々と泳いでるシャチがいるから、まあ、船頭さんにひょっとしたらシャチ会えるかもしれないよって言われてたんですね、そしたら実際にやっぱ会えて、でシャチ撮影できたんですね。そしたらその2日後にシャチたちがもう閉じ込められたっていうニュースがあって、うわ絶対あの家族だよっていう感じになっちゃって、でもねまあ逃げられたっぽいんでね、よかったんですけどね。なかなかドラマがありますね。そう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 、でシャチってね、そういうふうに流氷に閉じ込められるんで、流氷が来たらもう沖合流氷のないところに逃げるんですって本当は。なので、今回流氷のから逃げるタイミングがなんかずれちゃったのか、分からないんですけど、なんか逃げ遅れちゃったみたいですね。で普通はシャチはね冬に見ることってあんまりないみたいですね。あ、そうですか。夏はねこの辺よく見るんですけど、なのでこういうふうに奥にちょっとね、あのこれはラオス側なんですね、知床半島のラオスの少し雪景色のある風景が入っていて、この雪景色とこのシャチの姿っていうのはなかなか撮るのがレアな機会なんじゃないかなと思うんですね。そうですね、そうイメージは夏っぽいですね。夏っぽいでしょ、ね、冬はなかなかね見れないみたいですよ、はい、で今度はね、霧多布岬、ね、霧多布岬ね、はい、まあ、ここに行く人の多くはねラッコを見たりとかね。そうですね、まあ、ラッコ目がけりって、まあ、僕がいた時もラッコいたんですけど、まあ、ちょっと条件が悪くてうまく取れなかったんで、もうね、5月分ぐらいにしかならないような東北にしかいなかったんでさすがの500ミリもダメでしたね。これはねちょっと右側の方にねちょっと見えてるのが、これメスのですね灰色チュウヒっていう鳥なんですね。灰色チュウヒ、これは灰色チュウヒ自体はね全国にいるんですけども、まあ、これはメスでね、でこれはもうちょっと遠すぎて、これもちっちゃいんですけど、テレコンつける時間もなくこれが目いっぱいだったっていうね写真ですね。でいろいろ飛んでて、まあほとんどね、まあ、分かんないかなと思うんですけど、これもちっちゃくいるんですね。ちっちゃくちっちゃくで、この写真はですね、実はよく見るとこの灰色中飛で飛んでるのは、画面の中では止まってるんです。岩はぶれてるんですね、要は流し撮りをしてます。これは、はい、なるほどなるほど。若干ですね125分の1秒なんですごい流し撮りではないんですけど、若干後ろがぶれていて、ちょっと流している感じ、これね、もうテレコンつける時間はなかったんだけども、やった作業が一つあって、それはこれですね、この OS スイッチ、いわゆる、手ブレ補正ですね、手ブレ補正、まあ、これはねもうこのご覧の方はご存知の方も多いと思うんですけど、このOS スイッチの中には1番と2番っていうのがあって、まあ、1番は通常の手ブレ補正と、2番は流し撮り用ということで、普通は僕はいつも通常の1番の方にしてるんですけど、とっさに流し撮りしようと思ったんで2番にパッとね切り替えたっていう、そういう写真ですね。そうですね、まあ、流し撮りっていうのが、レンズの方が分からないので、手ブレだと思って、ある程度スピードが出てくると、流し撮りって分かるんですけど、先に教えてあげて流し撮りモードにしてあげる方が、まあ、うまくいく確率が上がるっていうので、流し撮りを撮られる方は、2にしていただいて、これが横だけじゃなくて、まあ、極端なことに やられるかどうか分かるんです。縦でも斜めでも効く手ブレ補正なので、流し撮りが分かるってれば2に設定していただいて、通常は1で撮影していただくのがいいのかなと思います、あとこれね、やるのは難しいんですけど、縦位置にして横に流し撮りするとかね、それもできるんですよね。それも全部できます、ね、だから縦位置で斜めとか何でもできる、ね、逆さにして動かすとか、ね、ちょっと360度どこでもできますって、レンズ的にはできても人間的にできないかもしれないかなりね、レアケースだと思いますけど、まあ、通常横位置で撮っていただいた方が横の画角が広いんでね
縦にすると ね、難しいですね、難しいので、まあ、その辺はあの臨機応変に撮影していただければと思います、はい、ですね、まあ、そういうふうにねとっさにね流し撮りをする場合でも、はい、まあ、ワンタッチで切り替えできますよってことですね、はいはい、で、ね、なんか珍しいですね、SL、僕の人生初めての SL 撮影です、はい、そうですね、藤原さんの作品で見たことないじゃないですか、見たことないですよね。あの鉄道自体もほとんどね、僕は撮ったことがないんですけども、SL は、初めて、でした。なのでまあどんな風に撮れるか分からなかったんですけど、まあ別にね、そんなにすごいわしほど速いわけじゃないし、来るのも分かるし直線的だから、まあ、そうですね、ね、まあそんなにすごい難しいってわけではなかったかなと思うんですけど、でもねこれで注目したのはこの車両の何、鉄のテカテカしている質感、この鉄っぽい質感ね、鉄っぽい質感とこの煙のモクモク感、この煙っていうのが水蒸気っていうのかな、この煙のモクモク感がものすごいよく出てるんで、この質感いいなっていう風にね思った写真になったんですよね。これ本当に、あのパッと目に入ってきて質感とね、確かにモクモクがね、モクモク感でしかもこれ望遠じゃないですか、500ミリだから、だから黙々感がね圧縮されてるんですよね、これ。あ、なるほど、だから密度高いですよね。そう、密度高いんですよ、こう密度の高い黙々なんですよね、ね、人生初めてのSL撮影だったんですよね、うまくいきましたね。なるほど、はい、でこれがね、この今、この SL が、もう少し左に進んでいくと駅があって、そこで停車して、で停車した SL がまたね動き始めたところがこれですね、これもね実はね流し撮りをしてます、微妙な流し撮りしてますね、50分の1秒、まだあの発車したばっかりなのでスピードは遅いんですけど、それを追って流し撮りしてる、意外とね流し撮りってほらゆっくりの方が難しいじゃないですか、難しいですね早いと意外とねできちゃうんですけど、結構意外とこれはね難しかったんですけど、バッチリ止まりましたね、すごいですね、止まってますね、だこの写真実は流し撮りをせずにバシッと止めてしまうと、手前の柵とかね結構うるさいんで、流さないと逆に、機関車自体が浮き上がってこないなと思ったんで、もう流すしかないなと思ってね流したんですね。なるほど、まあ、そういう風に使うっていう手もありますよね。そうそうそう、ぼかすこともできないし、ピントも合っちゃうしね、手前のあそこ柵自体に、だったら流したらあのピタッと止まるかな、ピタッと浮いてくるかなってね。特に前ボケなので、ね、ちょっとあんまり目立つと、そうですね、そうなんです、柵がねうるさかったんでね、ね、SL 撮影ってすごい面白いなと思いましたね。そうですね、結構撮る方が多いのも分かるようなね、そう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 、魅力ありますよね、まあね、鉄道ってねもうあんまり撮ってないっていう話をしたんですけど、まあ、鉄道つながりで今度は東京ですね、これ都電ですね、都電いいですね、なんか圧縮感っていうかね、そう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 、望遠感が出てますよ ね、鉄道ってね僕はあんま撮らないんです、撮らないし、もともと風景をねよく撮る人間、風景とかスナップを撮る人間なので、どうしても鉄道を撮ってもこういうちょっとスナップ的な写真になっちゃったりね、します、まあ、でもここに人が入ってないと、なんかね、そう、この小学生、しかもね小学校のランドセルのところに黄色いのをかぶせてあって1年生だなっていうのは分かるし、ね、ちょっとなんかほのぼのしてる感じね、まっすぐなところ ね、これあのまっすぐなんですけど、藤原さんどこで撮影されてるんですか。あ、これね別に線路の上に立ってるわけじゃないですよあのちょうどね自分の手前でこの、どう言えばいいかな、右側にカーブしてるんですよね、右側にカーブしているカーブの外側から撮ってるんですね。なるほどなるほど、ちょっとねドキッとしました。さすがにねあの線路の上とか、その渡ってるところから撮るとね、あんまよろしくないので、あのちゃんと、カーブしている、道があってその歩道のところでね、撮ってますね、まあ、そういうとこを見つけてねこういう写真を撮っていただければと思います。逆にね超望遠だからすごい離れないとダメだから、逆に離れて撮れる場所っていうのが探す気になれば探しやすいのかなって気がしますね。あ、そうですね、あの離れられるのでね、そうそうそう、いろんなポジションを見つけれると思うので、そうですね、
さっきのちょっとボケの話もしましたけど、はい、これはね前ボケですよね、ちょっとねゆる鉄風にね見せてみましたね、はい、前ボケもね実はやっぱり簡単ですね、このレンズ使えばボケてくれますから、ね、ボケてくれますね、さすがに500ミリだからね簡単にボケると、あの奥の方にピント合わせてね、いれば手前のこれ植え込みなんですけど、さっき言ったあのちょっとカーブしているところ、ね、はいはい、にある、歩道沿いの植え込みなんですけど、植え込みのところにちょっとしゃがんで、ちょっとねあの緑を入れて、ふわっとですね、そのふわっとした緑のところの中に透けているところに子供のね歩いているところを入れてみてね、子供何してるかなって、よくこの写真を見たらスマホかなんかいじりながらね、ながら歩きしてね、ながら歩きよくないよって言いたいけど ね、 ちょっと遠くてねダメだったんだよね、これ距離感分かんないですね、ボールね、いやーこれね結構離れてますよ、これ何メートル、まあ、間違いなく100メートル以上は離れてると思うんですよね、子供まではね、いやこの電車までは、やっぱり200ぐらいは離れてるじゃないですか、やっぱりなんか足っこがすごいですね、足っこがすごいですね、かなり離れてますよこれ、あそうなんですね、まあ、写真だけだと全然分かんないわかんないですね、結構近いとこ行ってるなっていうぐらいですよ、すぐそこだったらね、走っていけるけど、これさすがに走っていけないところ、ね、これはね、まあ、あの車掌さんが、運転してるとこね、手元だけをねアップで狙ってみたね、結構ねあの最短撮影距離も近いから、そうですね、これ3メートルちょいでしたっけ、そうですね、3.2メートル、ね、そうね 3.2 メートルまでピントが合うんで、はい、結構こういうアップでもね撮れますね、そうですね、3.2 メートルで500撮るともっともっとアップになるんですよ、これはもうちょっと離れてますよね、ちょっと怖いなさすがに車の電車 3.2 メートルまで近づいたら危ないんで、そうですね、危ないしね、はい、怒られちゃうね、やらない方がいい、そうそうそう、それはダメですけどね、はい、これはもうちょっと離れてます、多分10メートルぐらい離れてるんじゃないかな、でだいぶ、ちょっとねこれアーティスティックにね、不思議な写真ですね、前側のガラスにね、電線とかねこの架線とかが映ってるところの間にね、運転手さんがねサングラスをかけた運転手さん、ね、映ってるってちょっとねアートな写真なんかこれね今僕周りのぐにゃってしたのに目がいっちゃって、なんだっけこれってよくずっと見てるとね、車掌さんがそう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 そ今度はねこれ坂道ですね、坂道、まあいろんな坂道系ってのありますけどね、これは500ミリで撮る坂道系でね、なるほど、こういうのがなんか望遠らしいな、そうですね、結構な坂だったんですけど、この500で撮ることによってやっぱより圧縮効果で、もう本当壁に登ってるんじゃないかっていうぐらいのね、で一生懸命ねもう立ち漕ぎで自転車をね漕いで一生懸命行ってる感じなんかもね、ね、前を歩いてる人も小学生ぐらいかな、半ズボン履いてるからね、よくこんなとこ登れるかなと思うけど、これはねまあまあな坂なんだけれども、望遠使ってるからより坂にね見えるだけで、実際はね 22% だったんですね、はい、22% 結構坂じゃないですか、まあまあ坂です、まあまあ坂ですまあまあな坂だったんですけど、まあよりそれをまあまあをまあまあまあぐらいに、ね、できるっていうねよくあるじゃないですか、ベタ踏み坂とかって、ね、はいはい、言われるような、あれはやっぱり望遠レンズでね撮って、ね、使ってますよね、これは後ろの背景のおじさんもいいですね、おじさんね、そうそうそう ね頑張ってね、またてっちゃんやってきました、はい、これはあの千葉の小湊鉄道ですね、はいはい、小湊鉄道と、富士山が撮れるポイントっていうのね行ってきましたね、まあ、ちょうどね、車両がこれ一両編成の車両がね来て、あと市川のコンビナートなのかな、まあ、工場がちょっと見えて、はい、煙突が見えて、その向こうに富士山が見えて、よく見るとね富士山の手前に飛行機が飛んでたりするんですね、ちっちゃくね画面で見れるかな、ねえ、まあ、ちょっと大きい画面だったら分かるかなと思うんですけどね、でもねこの日ちょっとね気温が低くって、低い時から気温が上がってくるところでちょっとね蜃気楼みたいなね、現象が起きるんですね、
で望遠レンズってその蜃気楼の影響をすごく受けやすくって、風景を撮るときにこういうふうに例えば水面海面の温度とその上の、空気の温度とっていうのに差があったりすると、そのちょうど境目の付近に近ければ近いところほど蜃気楼でニャフニャフニャフニャっとしちゃうんですよね、でピントが合いづらくなっちゃう、まあ、ピントが合ってても改造してないっていうね。そうですね、このレンズなんかこの写真なんかもそうですよね。そうですね、奥の方に、ちょっともやっと、そうそう、なんか全然ね、工場の形が見えないっていうね、そうこれなんかもね、まあ、よく見ればちょっとなんかビル群の方がちょっとなんかほにゃほにゃほにゃっと見えるっていうね、これ結構望遠でね、やってしまうんですけど、そうそう、まあ、今の季節は早い時間だと空気澄んでるんですけど、急に暖かくなってね、そうそうそう、水温上がると、そう晴れた日はね、特に冬場の晴れた日は、ガンと朝方って空気下がる、気温が下がるじゃないですか、で晴れて日が出てくると急激に気温が上がってくるんで、その時に、ね、こう蜃気楼出るんですね、ぐわーっと。なのでこういうふうにこれ朝、これも朝、これはもう昼前だったかな、なんですけど、やっぱりまだ蜃気楼が、ね、出てる状態、ただ地上に近い、ところはふにゃふにゃしてるんですけど、この飛行機はねすごいシャープなんですよ。シャープですね、上に行くとね、ちょっと上に上がったところはもうすぐシャープになるんですね。なるほど、これなんかもね、そうですね、これはあの全部ね、この辺はあそこ海ほたるから、海ほたるパーキング、はいはいはい、アクアラインの中のね、東京、神奈川から千葉に、行くところで、そう、これは、あれですね、これは結構落ち着いた、これはまあまあ、まあでもね、やっぱりちょっと下の方がふにゃふにゃしてるんですよね、蜃気楼でね、これがねやっぱりねすごいとこなんです。これも、ね、条件が良ければ本当はいいんですけど、やっぱりこの橋桁の下の方を見ると蜃気楼でふにゃ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 してこれはねもうレンズのせいじゃないんですよ、もう気象条件なんでしょうがないんですよね、しょうがないですね、どうしようもないんです、これこれをはっきり撮れっていう、撮るレンズを作れって言われたら多分無理でしょうね、無理でしょうね、だから結局望遠圧縮するんで空気の層がね、グッと圧縮するんでより厳しくなるのがね、ありますね、でこの辺の、解像が高くと逆にまだもやっとしながらディテールは見えるので、まあ、こういう描写なのかなと思って見ています。はいはい、まあ、これなんか俺夜景なんかも撮ってきたんですよ。この日はねちょうど風もあんまなかったんで、さすがに500だとね風が吹いてるとちょっとブレちゃってね、夜景撮りづらいんですけど、これ夜景が風がなかったから撮れたのはいいんだけど、これ夜なんだけどやっぱりねちょっと揺らぎがあって、やっぱりねうまくピントが合わなかったんですね、これが、なかなか難しいですよね、難しかったですね、これはね南極探検隊ではありませんよ南極探検隊でもね、なかなか面白いね、ね、面白いでしょこの写真ね、まあ、北海道の知床半島のウトロ地区っていうね、ウトロの方なんですけどね、まあ、この辺に行くと今流行りっていうのか なんかドライスーツを着て、流氷と流氷の流氷を歩いて、流氷と流氷の隙間なんかにちょっとジャボンと潜ってみたりとかね、潜るまでいかないけどちょっと使ってみたりとかっていうような、ツアーがある、トレッキングツアーがあるんですよ ね、でそのツアーの人たちなんですけど、ね、この何人 ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 人ぐらいね、いますよね、この10人の隊列と、このもう無限に続くようなこの、流氷ですよ、すごいですね、すごいこれはね、風景写真をよく撮る人でね、よくやりがちなのは、永遠に続くかような広いところを永遠に続くように見せたいからって言って、わざわざ広角レンズにする人が多いんですよね。まあ広角悪くないんだけども、広角レンズにしちゃうと手前ははっきり見えるんだけど奥の方って全然見えなくなっちゃうんですよ、ちっちゃすぎて。だから逆にこういうふうに超望遠を使うことによって手前も奥も見えるようになって、なおかつ凝縮圧縮するから、たくさんあるように見える、奥の方までが見えるっていう意味で、広角よりも望遠の方がね遠くまであるんだよっていう雰囲気でね出やすいんですよね。確かに
さっき望遠はね圧縮で寄ってくるっていうか、ギュッとするってあるんですが、広角はね、遠いものは、ね、さらに遠く行っちゃう。そうそう、さらに遠いちゃうと。まあ、続いてるっていうのは分かったとしても、ね、遠くのものが何があるのかも分かんなくなっちゃうっていうね、だからまあ広角で撮影する方もね、こういう望遠を持っていくと、いいと思うんですよね。また、ね、違う表現ができていいのかなと思います。まあ、これは港ですね。港の中にも、氷がね生えてきているシーンですね。まあ、夕方ですね、これね。これ夕方ね。これももう日が沈んで、もう結構綺麗な色になった時の流氷原ですね。で、隙間があったんでしょうね、これね。流氷の隙間がね。で、海面が出てて水があったと思うんです。そこに空の色が反射してるんですね。いいですね。すごい綺麗ですね。やっぱこのいうね写真は風景写真として、まあ、風景写真を撮る人って望遠でもやっぱりせいぜい200ぐらいまでしか持っていかない人が多いんじゃないのかなと思うんですよね。風景っていうのを撮る人は、はい、で風景っていうのを撮るのに500を持っていく人ってまあ結構少ないと思うんですけど、ここはあえて今後は風景写真を撮りに行くのに500を持っていくっていう風に、頭を切り替えても面白いんじゃないのかなと思うんですよね。そうですね。まあ、逆に単焦点なんで迷いはないので、レンズを決めて1日撮影するっていうのは面白い。いや、そうですね。本当そうですね。さっきのね、僕都電の写真もお見せしましたけど、あの時なんかはもう都電も撮りながらスナップショットをずっと撮ってたんですよね。であの日は500ミリしか持ってなかったんです、僕。そう、もう500ミリだけ持って、この500の 5.6 だけを持って歩いてたんですね。しかも首からぶら下げて街中をね、ブラ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 肩から下げて歩くのに、歩けるレンズなんですよ、あれが。そうですね、重さ的には 1370g。 そう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 、ね、すごく軽い、軽いしね、まあ、軽いって、まあ重い人もいらっしゃると思いますけどまあ軽いとは言えないけれども、500ミリでこれですよっていうことなんですよね。で、あと長さがあるので、なんか軽く感じる。はいはい、うちがシグマが同時に発表したレンズで、15ミリの試合、はい、試合、あれ、まあ、15ミリと500ミリのね真ん中ないのかって言われそうなんですけどそれ2本発表したんですけども、はい、重さ的にね、はい、10グラムしか変わらないんですよ。そうなんですよね、あれ。いや、僕もね、もうこれを見てる方はご存知かもしれないけれども、15ミリの方も僕お仕事させてもらったんですよね。でね、15ミリと500ミリ両方これ写真撮ってきてって言われて、いやいやいや、間はないのかいって。何この両極端な500と15ミリフィッシュアイかみたいな、だからすごいお願いをしてるのは分かってるんですけどでもまあ重さ変わらないんで、そう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 ね、15ミリが1360、で500が1370ね、この両極端なのがほとんど重さ変わらないっていうね。そうそう、こういうのも面白いですけどね。でも考えたら500ミリ単焦点のね、このクオリティの高いレンズが、1370g ってね、めちゃくちゃ軽いですよ。軽いです ね、考えられないですよね、本当に。なのでこのぐらいだと多分1日持ち歩、まあ、いけるかなっていう、まあ、チャレンジしがいはあるありますね。ですよね。で次に行くと、ね、風景写真ね、やっぱり風景写真の醍醐味ってね、構図の切り取りなんですよね。そうですね、切り取りの構図をするのに、風景でも遠い風景だとちょっと望遠足んないなっていうふうにね、思うことも多いと思うんですけど、500だとね、さすがに足んないなって思う風景ってそんなに多くないですね。逆に望遠すぎるなっていう時が多かったんですけどでも望遠すぎるなって言って思ってても、そのキツキツの画角を何とかして収めようと思って収まった時の写真ってこんな風にかっこよくなるんですよ。これもね、きつかったんですよ、実は。きつかったんだけど、それが何とか構図の中で駆使しようと思って、あ、ここに岩、ここに氷、ここに水がこう来た時に、撮ろうっていう風に計算をしていくんですよね。そうやってできた写真でね、やっぱかっこいいですね。なるほどね。まあ、これズームレンズ持っていくと、もうズームでヒュッて回して、そうそうそう、撮っちゃうんですよね。そうそうそう、で、あわよくば後でトリミングすればいいやみたいなね、形で思う人も多いと思うんですけど、
そういうごまかしが一切効かないレンズ、うん、だけどそれでできた写真は最高に素晴らしいです。これは、うん、はい、多分その制限がある中でいろんな工夫をして、うん、そうなんですよね、うん、それがいい結果になるのかな、うん、まあ、意外と単焦点ってあのズーム持っていくときはちょっと微妙に足りないとかになると、うん、ああと思うんですけど、うん、単焦点の時ってその感情がなくなるんですよね、うん、最初のうちはちょっと辛いなと思うんですけど、はい、うん、だから面白い現象だなと思って、うん、まあ、やっぱり、まあ、あの無理に500ミリ1本でっていうことはないと思うんですけど、まあ、たまには単焦点1本チャレンジっていうのが、ね、うんうん、いいと思いますよね。そうですね、はい、でこういうふうにクローズアップして、はい、さらに圧縮効果もあるから、ええ、この多分ね、このこれいけないところなんで、この岩場にはいけないから分かんないけども、ええ、左にある手前の岩と、ええ、右奥の岩ってね結構離れてるはずなんですよこれ。あ、そうですか、うん、これ多分ね、ええ、離れてるって言っても多分 2,3 メートルじゃないですね、多分5メートル以上は離れてると思うんですね。下手したら10メートルぐらい離れてるかもしれない、うん、だけどこんな風にあのもうすぐそうですね、まとまってるかのように撮ることができるっていうのも、うん、望遠の効果だし、そうですね、でさらにこの水のね、波とか、はい、この泡とか流れとかっていうものが凝縮してるんで、要素が非常に詰まってるんですよ、なので写真撮る上でおいての風景の中の被写体の要素っていうものが、無駄なく無駄な空間なく撮れるっていうのもこのいうレンズの特徴だと思うんですよね。次の写真これなんかもそう、はい、まさにそうなんですよね、あの無駄なところが一切ないっていうね、そういうふうにね撮れるのがこのレンズでしょうね。これはじっくり見るといろいろ面白いですねそうなんですよね、手前も面白いし、後ろも面白いし、泡泡ですしね、泡泡、氷、面白い要素がいっぱいあって、あの冬の北海道に行くとね、やっぱり海に面しているところ、こういう岩場に行くとね、岩が凍ってるんですよね。あの北海道以外で、あと日本海の方はあるのかな、海に面しているところの岩が凍るっていうのはどうなんでしょうね。あんまり僕見たことないんですけど、あの北海道道東に行くと特にこういうシーンが見られるかなと思うんですね。はい、はい、で次はね、夕日ですね。ですね、ねえ、夕日と鳥でね、やっぱりね、いい感じに鳥がいい感じでしょ、うん、この鳥ね、そうこれはねやっぱり、何羽か来てたんですよこの時に、あの来てたんだけど、まず上に上の側の雲のところにさーっと一列にいるんですね。これが来てるのは分かったんだけど、よしこれが来てる時のタイミングで写真撮ろうと思ったら、下側にこの10羽ぐらい短いやつがね重なってきてくれたんですよね。これ下側のこの隊列っていうか、この鳥の列っていうのは予想してなかったんですよね。なのでこれは2つ、2群が重なってくれてすごいラッキーでした、ね、すごいですよね、まあ、狙って狙えるもんじゃないからね、これはなかなかね、そう、しかもねこの写真、これ太陽真正面に見てるんですよ真正面に見てるにもかかわらず、これフレアもゴーストも一個も出てないんですよ、これもう本当 ねこのレンズ神レンズですよこれ本当に。これ、あのもうなんかずっと今日ねあの褒めていただいていやいやありがたいですけど、いやいやもうこれね、あの実際もっと太陽強いですよね。いやいや強いこれすごいなと思って見てますよ、まあ、入れたいシチュエーションで、あと500ミリだから太陽が結構でかいんですよね、でかいですね、だからこれは望遠じゃないと撮れないんですけど、はい、結構きついなって思ってあの見てましたけど、いやねこれはなかなかね、撮っててびっくりです ねこれ実はこれ多摩川ですよこれすごいなこれ、ね、こういうのが撮れるといいですよ ね、これね、このレンズだけあったらどこでも撮れますからね、これはね。そうです ね、でこれちょっとね拡大してみたんですね、こんな感じでね、拡大してみてね、これ気にしてほしいのはね、この太陽のエッジですよね。そうですね、このエッジのところの、ね、この収差っていうのがね、ないんですよ、普通にこういうところに収差出ちゃいますよね普通はね。そうですね、でね、
構強いなこれで、鳥のね、シルエット、これはまあ、モニター見てる人はちょっとね見てほしいんですけど、やっぱ改造してるんですよね、ちゃんと鳥自体がね、そうですね、羽がね、これはね本当びっくりレンズでした。あんまりねこんなベタ褒め僕はあんまりしない方なんですけど、ちょっとねベタ褒めしちゃいたくなるようなレンズだったんですよ、なんか初っ端からずっといやいやいや僕もそれに乗ってはいはいって言ってますけどね、いやこれ本当ね、皆さんこれ見てる人ね、これ買って損しないレンズですよこれ、絶対に、これ絶対そうです。で今日のまとめなんですね、この、レンズの特徴をずらずらずらっと、今説明したものをまとめてみたんですけど、画角ね超望遠ですし、取り回しがすごく超小型で超軽量ですよということですね、もう本当これはもう最高でしたね、で、OS いわゆる手ブレ補正ですね、手ブレ補正すごく確実にカチッと止まってくれるし、カスタムモードも充実しますしね、画質がいいっていうのはさっきのね、ゴーストとかフレアとかもそうですしね、でカスタマイズも、充実してるし AF も、いいし、ね、絞りリングも搭載してるから絞りをリングで回したいって人なんかもね、そうですね、いますからね、僕なんかはそっちの方なんですよ、絞りリングで回す方なんです、どっちかって言ったらカチカチカチッと指で回す、ダイヤルを回すよりも絞りリングを回した方がしっくりくるタイプなんですよね、やっぱり絞りリングで使っちゃったりしますね、で三脚座もね、これ着脱式ができるやつで、邪魔な時には外せますし、アルカスイスタイプだから、最近 僕はもうずっと昔からアルカスイスタイプのクイックシューを使ってるんですよね、なのでもうそのプレートつけなくてもそのまま乗っかっちゃったりしますしね、そういう意味ではすごく便利ですね、便利すごく便利ですね、でしかもこのアルカスイスタイプの溝がひょこってあるにもかかわらずネジ穴もあるから、ね、普通にネジで止めることもできるし、そうですね、ね、あと防塵防滴、ね、ついでにね僕は北海道に寒いとこ持ってきましたけど、マイナス、かなり寒いところでもちゃんと動きましたから、全然問題なく寒いところでも使えます。寒いところはね寒いところね、本当ね、どうなるかって、周りが凍ってますからね、そうなかなか機材も大変だと思いますけど、結構ね、北海道寒いですし、例えば、星空って言っても月とかね、飛ぶ時も夜寒いので、そのあたりがね、怖い部分もあるんですけど、マイナス15度、実際ね、カメラとか動作保証0度なんで、なかなか難しいところはあるんですけど、そういうのでも安心して使えるって実証していただけましたね、でもね今後これね小型で軽量っていうことをねさっきから何回も言ってますけど、山なんかにね持ってきた望遠持ってきたいんだけど、今まで山はもう、望遠が大きいから持っていけなかったっていう人もね、ひょっとしたらいいかもしれないですね、これね、そうですね、やっぱり山の方はね、いろんな荷物があるんでね、機材の制限がかなり大きいんですよね、そうなんですよね、寒いところにも使えて、しかも小型軽量になったっていうことは、今まで広角とか標準ぐらいしか持っていかなかったのが、望遠も持っていってみようかっていう気になる人もねいるかもしれないですよね、山にね、確かに山って、やっぱりワイドって感じはするんですけど、結構お話伺うと望遠でね、山だって望遠で撮ったらかっこいいところいっぱいありますよ、絶対、なのでそれも重さがネックだったのが、クリアできるのかもしれないですね、そこは今後どのように活用できるかっていうのは、ね、皆様次第になると思うんですけど、もう僕らはね考えれるのはある程度こうスポーツだとか鳥だってなるんですけど、いろんな活用の仕方はあるんだろうなっていうので、ぜひ皆さんでね活用方法も、よりそれでいい写真、今まで撮れなかった写真をね撮っていただければいいのかなと思います。ですね、あとコーティングなんかもね、撥水とかね、汚れがつきにくいとかっていう ねコーティングされてるんで、この辺なんかも安心してね使えるようなね。そうですね、多分北海道でね氷とか風でね、レンズの先端に水滴がついてもね、すぐ落ちるので、そういう意味では撮りやすかったんじゃないかなとは思います。そうですね、
でね、まあ、はい、あの右下にちょっと QR コードがね、なんか QR コード、これなんかあれですか、うちのサイトとかに。いやいやいや、あのこれあの僕のメルマガ登録のはい、あのよければこれピロリンってやってもらって登録ってしてもらえると嬉しいなっていうだけです。あ、なるほど、はい、ぜひあの皆さんね、はい、あのこの配信ね動画をご覧になられた方は杉浦さんの、はい、あの QR コードを読んでですね登録していただければと思います。そうですね、2日に1回確実で、世界の、ね、旅のお話と、世界の写真が届きますので。あ、なるほど、はい、あ、いいですね。ぜひぜひあの登録していただければなと思います。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます、はい、なんか最後ね、はい、藤村さんのページの宣伝で締めるというね素晴らしい構成です、ね、でとってもすごいね、うん、まあ、初めての、ね、SL もあったりとか、そうですね、SL 初めてです。そういった作品だったり素晴らしい作品の数々でね、うん、この500ミリの魅力、うん、皆さん堪能していただけたんじゃないかと思います。で、まあ、もちろん先ほどのね、QR コードは藤村さんとこ飛んでしまうんですけども、うん、もっともっと500ミリ知りたいよって方は弊社のウェブサイトぜひご覧いただければですね、いろいろ機能についての詳しいことやですね、作例も藤村さんがね、うん、撮影していただいた作例もありますので、はい、うん、ぜひこちらもね合わせてご覧いただいて、この 500mmF5.6DGDNOS スポーツ、これの魅力どんどん堪能していただいて、うん、まあ、これからね、うん、あ、すいません、このこれですね、うん、あ、ありがとうございます藤原さんの顔がどの大きさかはねこう分からないんですけどもね、この小ささで、まあ、これからね、あの遠近法、遠近法こうすれば、まあ、こうすればなんとなく、ね、大きさが分かると思いますので、ね、ちょっと大きさ分からなくなっちゃう ね、ぜひぜひ楽しんでいただいてもっとねいろいろ話は伺いたいんですけどもね、うん、やっぱり時間というものがありますのでね、今回のセミナーは、うん、この辺にさせていただきたいと思います、うん、500ミリね、これから季節も良くなって、うん、スポーツとかね、いろいろあの花もどんどん咲いてきて、望遠でね切り取るには楽しい季節になってきますので、うん、ぜひ皆さんね500ミリで超望遠の世界を体験していただければと思います。今日はこの辺で、プロダクトセミナー終了させていただきたいと思います。長時間皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。